店開けました。よければ皆さんどうぞお入りになってください。今週あれだね、お店お客さん多かったですね。ちょっとコロナのこう感じが皆さん不安がなく少なくなってきたのかな、まあ、ゴールデンウィークも近いですからね。あと今週とあと来週でね、お休みの人もねたくさんいると思います。あ、ザキパブさん、はい、こんばんは、お久です、ということでありがとう。お、来たね、はい、はい、いらっしゃいませ。こんばんは。はい、こんばんは、いらっしゃいませ。今日お客さん扱いでどうせ来たって仕事してくんないからお客さんでいいよあ、そうだった、はい、いいね、お仕事します、頑張ります、ありがとうございます、コイン入れときます、あ、ありがとうございます、貯金箱にチャリンチャリンと、はい、おそれ、あ、皆さんどうもどうもどうも、あ、柴田さんこんばんは、ということでね、はい、ありがとうございます。地元のさんもこんばんは、ありがとう。あれ、ザキパパさん、うん、ユニフォーム届きましたか？あまだですかね。もうどんどん届いてんの？ユニは。そう、なんか第1弾の人たちはみんな届いてて。あ、そんなのがあるんだ。はい。そうなんですよ。まだですよって。早く届くといいですね。首長くしてね。そう。みんなであのユニを着て写真撮りたいなと。はい、これ勝内さんっていうのかな、拍手ありがとう、なんて読むの、後で教えて。ユイレブンさんもこんばんは。あ、さっきパパさんは11番ねそうだよね、そう、みんなね、11番か、やっぱ11番なんですね。いや、なんだかんだ言って人気あんじゃん、やっぱ。でもなんか今年あれじゃないですか、キーパーユニまず2人見たし、あ、2番も見たでしょ、うん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 、あと私が9番着てて、うんうんうん、あとみんな何番着てるんですかね。ね、ね、楽しみですよね、そういうの。あの、でも浦安行った時にさ、結構ユニ着てる人 いたじゃない、スタンドに、はい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 、やっぱ華やかでいいよね、お花畑みたいだなと思って上から見ててさスタンドにお花が咲いてるみたいな、なかなか、ね、うん、あれがね、みんながあれを着てるとなんかすごいだろうね、またさらに、うん、テンション上がるんだろうなと思って、ね、そういう日が来ればいいなと思ってます。そうですね、いや5月にもね、なんか江戸陸でね、そんな日が来るんじゃないかなと思いますけどね。あ、直樹さんだ、こんばんは。それまでには皆さん、はいはい、届かないと。あ、そうね、こんばんは。あ、来たよ、お客さん、うん、はい、いらっしゃいませ、どうぞ。こんばんは。あ、こんばんは、こんばんは、いらっしゃいませ、大樹さん。いや、ちょっと本当もう、うん、入る前から寝落ち状態、寝落ちで、もう疲れてたじゃあ今日はいや、有給申請出したんですけどね、うん、今日は、はい、却下されました、ね、却下された、却下された、もう一回使っちゃってるからね大工さんねまあでもあれですよ、こうギュッとさ、あの詰めて無理にね長くやんないでね、皆さんも朝早いだろうからね、うん、さあじゃあ行こうかな、皆さん準備よろしいですかね、はい、はい、いろいろコメントを後でじゃあマリさんに拾っていただきましょう。はい、さあ、西葛西のね、某所にあるらしいと噂される実況隊のサッカーバー、今夜もひっそり開店でございます、時刻は22時を回りました。東京23 FC と実況隊のコラボ番組、クラブとファンの夜のたまり場、私が毎週と言いましたので、皆さんぜひ23と言ってください、よろしくお願いします。それではいきましょう、毎週23、あ、ありがとう、みんな23言ってくれてありがとう。皆様あれですか、飲み物片手とかなんかこうあれですか、あの楽しくやってご機嫌にやってるんですよね、このラジオの前でね まさか仕事してたりとかそんな人いないですよね。パラグレさんも来たぞ。パラグレさん来た、ね、パラグレさん仕事やってないよ、大丈夫さあ、落ち着いたんですかね、落ち着いたかね、はい、
2022年今日4月の20日ですね。もう4月も今週と来週でね、皆さんゴールデンウィークある人はね、長い休みになると思います。今日は水曜日です。夜10時。今日でですね、68回目の、ね、配信となります。今日のテーマ、申し上げましょう。ネズミの園でぶん殴られたグズブリオベックラヨス戦振り返りということでね、皆さんね、はい、夢の国に行ってね、私たちはねボコボコにやられたというですかね、その辺を今日は、ね、夢だったんですよね。あ、そうでございました。あれは夢でしたね。あれ夢だったか、ね、そうだね、夢でしたね、はいはい、ということでね、はい、今日はその夢の話を皆さんとしたいと思います。まず今日のね出演ご紹介いたしましょう。メイン MC です。私東京23勝手に実況隊の、実況 MC、 先週は喋れなくてつらかったブラジル36でございます。よろしくお願いいたします。はい、そしてアシスタント MC さん、よろしくお願いします。はい、春だなっていうことで、最近食べた春の食べ物として、うん、会社の社長が掘ってきた、うん、タケノコ、おお、いいですね。昨日、一昨日かな、もらって、はい、うん、タケノコをメンマとタケノコご飯にして食べました。うん、わあ、いいですね。初物めっちゃうまいですっていうことで、やっぱ春は春のものを食べるのがいいなと思いました。はい、そんなマリです。よろしくお願いします。パチ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 。タケノコいいね。アク抜きしてね、お味噌汁に入れても美味しいんだよね。ああ、そっか、まだあるから食べますじゃん。ぜひね。え、で何？お題は何？春の食べ物？春の食べ物。はい。最近食べた春の食べ物をお願いします。はい、はい、ということでレギュラーコメンタリーさん、よろしくお願いします。はい、何ですか春の食べ物って。分かんない。なんかタケノコが美味しかったの。タケノコが美味しかったんです。春の食べ物考えたことないな。春、いや、でも僕もたまたま昨日和食のお店に行ったんですよ。青年会議所っていうその団体の社長さんに呼ばれて、はい、でそこは食のお店で、うんうん、天ぷらの盛り合わせみたいで、たけのこがめっちゃ美味しかったんですよ。本当に。春はたけのこですね。の SM 杉原野です。よろしくお願いします。お願いします。2人ともたけのこでね、はい、よかったですね。はい。いいですけどね。さあコメントサポートです。今日もね、コメント欄に来てくれてます。パラグエルさんね、東京23勝手に実況隊の映像担当の、パラグエルさんですね。よろしくお願いします。はい、パラグエルさんもなんか春を思わせる食べ物、最近食べたものありましたらコメントお願いします。さあ、マリさん、コメントについてのご案内もよろしくお願いします。はい、毎週23、皆さんのコメントで作る番組です。常連さんも初めて聞いてる方も、23サポーターも他のチームのサポーターでもぜひぜひコメントお待ちしております。面白いコメントはどんどん拾っていきます。また番組で取り上げてほしいテーマや質問などございましたら、ツイキャスコメント、またはツイッターにハッシュタグ東京 23FC もしくは毎週23をつけてツイートしてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。あとね、今日のコメントね、まあみんないろいろ書いてくれてますけど、はい、まあ、ブリオベッカ浦安戦の、ね、感想をぜひお待ちしてますということでね、浦安戦見た感想とかね、気づいたこと、あと結構いろいろ課題とかね、面白いサッカーとしてピッチに現れた現象、面白いことがいっぱいあったんでね、その辺なんか気づいたことありましたらコメントください。深掘りしていきたいと思います。パルゲルさんから、はい、イチゴは違うかなということで、あ、でもイチゴも春なのかね。友別さんがくれる、時々くれるいちご美味しいよね。本当にね。もうすごく美味しいですね。ね、本当に。そのうちエドリグでね、フルーツパフェとか、なんかフルーツ祭をやってほしいな、フェスタとかね。あ、ですよね。うん。まあ十分できるでしょう、ね。あれいいと思います。はい、ぜひ企画上げていただきましょう。さあ、今夜の23トピックス、それでは、皆さんとねおしゃべりしていきたいと思います。まず最初の、トピックスはこちらです。じゃーん。江戸川クラシコ隣町ダービー対ブリオベッカ浦安戦は完敗ということでね、残念でしたけれどもね、
2022年4月17日先週の日曜日でした。お昼の1時からね、行われましたキックオフとなりましたブリオベックオレス東京日産 FC の試合です。場所はブリオベックオレス競技場、関東リーグ前期第3節ということでね、うちら試合前何時間ぐらい、何時間前に行ったんだっけ、2時間前だっけ、3時間前で、3時間前か、そうかそうか、確か3時間、2時間でしたっけ、いや2時間前じゃないな、そうだ2時間、3時間前だ、2時間半とか、そうだよね、うん、3時間前でしたね、うん、結構早かった、競技場じゃなくて間違えて違う方に行きたくならなかった、あいやもうなんか、うん、駅に着いた瞬間に、うん、有名の国の音楽家が流れててずっとそれを口ずさみながらスタジアムにご機嫌じゃないですかはいご機嫌で行きました。なるほどね、はい、この日もですね、実況隊ね、活動といいますか現場には行ってたんですけどね、配信の方はね浦安さんがこう専門にやられるということだったんで、うちらは邪魔をしないようにしてですね、任せましてね、はい、うちらは主にね収録でしたね、はい、はい、カメラ並べましたということでね、収録だとねこんな感じでカメラがすごいシンプルになります。これ三脚2つありますね、カメラが2台、そして一番左側にテーブルが置いてありまして、こちらでマリさんがね、いろいろこう画面エフェクトとかねやってくれてまして、最近おしゃべりよりもそっちの画面操作の方がね仕事多くなっちゃったねあでもリプレイなかったんで大丈夫です。なんかそうか、得点表示と時間が、はい、はいはい、リプレイが一番やっぱりね、そうですね、で私はねもちろん喋れなくなっちゃったんで、ブリオベッカー荒安さん の実況席の方に乱入しようかなと思って行ったんですけど、ダメですって却下されまして、そのまま、席に戻ってきまして、まあ、失業したんだよって言ったら、パラゲさんがじゃあお前パラちょっといつもと違うからメインカメラやりなさいってことで、私が新しいカメラをカメラマンとして、ね、デビューしたわけですよお客さんこれ撮っていただいたマリさんに撮ってもらったんですけどね、すごいご機嫌じゃないですかブラジルさんこれね、ね、すごいパラゲさんがない、そうだよ、どうでしたパラゲさん、私のカメラワークは、少しは大丈夫だったんですかね、もう本当ドキドキだったんですけどね。さあ、そんな感じで、とりあえず早く試合に入ろうな、どの辺だろう、はい、ちょっとちらっとね、雰囲気、こちらが青空の中の、あ、パラディさんからバッチリってありがとうございました、青い陸上トラックがくるっと回ってましてね、人工芝が真ん中にあって、はい、ちょっと小ぶりなメインスタンドがありましてね、バックスタンドもあって、うんうん、ゴール裏はそれぞれこれあれですか、芝というか草ですか、はい、芝生でした、うん、あ、草むらでした、草むらでしたね、クローバーがいっぱい生えてたよね、はい、確かね、クローバーもね写真撮ったんだよね、うん、こんな感じでねクローバーがね、生えていました、なんと夢の国、なんとファンタジーと、こんな、美しい写真を撮っていた試合前、試合後は全然違った風景になりましたけどね別に嫌味じゃないですよ。あとですね、試合前の特記事項としてはですね、これ実況席の、ね、前にあるこう席なんですね、S 席っていうあの看板が見えると思います、はいはい、でこれね、下の方もこうずらーっとあるんですよ、こんな感じでねメインスタンドのこの 横になるこう公園のね、シートみたいな感じですけど、この S 席が確か3000円だっけ今年は、はいはい、強気でしたよ浦安さん、おい皆さんちょっと買ってみろよこの S 席をよ、はい、それでここをさ昭和家でジャックしまおうぜって感じだけど、いやいいですいいですか、すいません、全然いいです、全然そういうの大丈夫です、そうですね、はい、お金落とすなら端っこの方で、そうでしたね、お金落とすならドリクト落としましょうということでね、ね試合前もう一つありました、はい、ですね、写真これちょっと写るかな、はい、火山なんですね、これあのディズニーシーの中にあるなんとか山って言うんでしょ、これよくわかんないけど、皆さんね黒い噴煙が上がってるとかよく見ると思うんですけどね、この炎が出てるところをね撮影するのって結構難しいんですよ、これ私たまたまねカメラを回していたらこういうのがあって撮れましてね、皆さんよかったら拡大して見てほしいんですけどね、
あ、息子が噴火しないかとビビってましたってことでするんですよあのパラゲルさんもちゃんとこれをね、あの逃さないでね、撮っておいてくれましたんで、ダイジェスト動画のね、ドア頭にこのシーンがありますんで、皆さんぜひご覧ください。もう俺はこれのためにね、あの今回はね、あの実況台に来たようなもんですからね、よく撮ったぜブラジルって感じですけどねさあ、じゃあ少しはねサッカーの話しましょうかね。まずは、いつものカレーさんのね、あのスタメン表からご覧いただきましょう。はい、こんな感じのね並びになっております。はい、当日はね、こんな感じ、ゴールキーパー大石ですね。で、スリーバックが真ん中内藤、右が岡本、左が、市川って感じでしたかね。中盤の3枚は大木達平と鹿島生きると清水睦月です。で、右のウィングが、右の、ワイドが、柴田隼人選手、左のワイドが、加藤裕二選手で、トップ2人というかね、ワントップ、まあ、ツートップみたいな感じかな、清水光選手と、あと和田選手がちょっと下がり目にいたのか、和田幸之助選手、ね、雄之助じゃないよ、幸之助ね、はい、な感じでした。で、交代選手は、ゴールキーパー高橋正也、あとはミッドフィルダー黒石川、ミッドフィルダー渡辺貴人、ミッドフィルダー若杉、ミッドフィルダー大谷翔吾、ミッドフィルダー山本昭、フォワードに飯島さん、そして飯島だけなぜか飯島さん、ごめん一応先輩みたいなもんだからさ、はい、で監督は小松優輝さんさんですね、一応監督だからさんもつけとこうマリさんどうですか、この並び何かあれですか、こうあの楽しみとか見出しましたこの日はそうですね、うん、なんかどっちかというとあんまり大きい選手がいなかったなって、うんうんうん、ずっと思いながら見てました。うん、うんうん、あ、まあでもユージがでかいから、その分ユージがでかいってことかな。あ、そうでしたね、ユージサイズね。さあ、そういった感じでね、選手がこうやってネズミランドに、あ、ネズミランドしちゃいけないんだ、ネズミの園にね、こうやって並びましたね。はい、23は白ユニフォームで、ブリオベッカー浦安さんは青ユニフォームでございました。さあ、ということでですね、ここから先なんですけどね、私真面目な話ね、皆さんに伝えておきたい、あのね、カメラ撮影してる時ってね、試合が全く頭に入んないんですよ。私ね、本当全然何も覚えてないの、フレームアウトしないかだけなんですよ。ここから先はぜひね、大輝さんと今日マリさんとお話をいただきたいんですけれども。いや、もうだって記憶にございませんって、もう最初から言ってる人が、いや、多分今日もう健忘症が2人いるじゃん、どうすんだよ番組になんねえぞ、記憶にございませんって言われる。あ、それ言うかな、ここまで言っちゃえば今度言えないと思うんだけどね、はい、さあ、どうでしょう大輝さん、うん、出番でございます。記憶にございませんちょっと今日は本当にもう、しかも眠たさっていうか脳、うん、脳もちょっと今日やられてるから、完全にもうおじいちゃんです、うん、おじいちゃんですかもう記憶もないし脳も働いてないし、何のお話ですか今日は。なんかね、あのネズミの園で私たちが遭遇した90分の話ですよ。なんですか、サッカーってやつですか。あ、そうそうそう、サッカーってやつですね。白いこうなんか球をですね、みんなで足で蹴り合ってですね網の中に入れた、いっぱい入れた方が勝ちのあれですよなんかいっぱいゴールが入って楽しかったっていうことは聞いてます、ね、そうですか0対0よりはいっぱいゴール入ったっていうなんか報告はもらいました、ね、うん、あ、報告もらった本当ね、どっちに入ったかよく分かってますけど、なんかゴールがいっぱい入ったってなるほどね、まあよかったね、見に来た人ね、ゴールいっぱい入ってね、特に青い人はね、まあでも浦安ね、うん、あのすごい仲良しのチームなんでね、面白かったですけどね、個人的にはね。マリさんはどうですか、なんかこうあの記憶にあるものあってありますか、なんか記憶にあるもの、うん、なんかこの90分で俺も記憶にあるもの、うん、90分で、あ、でも、うん、あのこれもう私しかきっと私が思うには、
いつもよりも、まあ、枠には行ってないけど、うん、光が結構こうボールに触れててよかったなって思っただけです。あ、なるほどね。シュートしてたなっていう、うんうん、なんか、うん、この何試合か本当に、うんうん、なんかそこまでも行けてなかったから、うんうんうん、なんかそれだけは、うんうんうん、なんか見てて思いました、うん、なるほど。ちょっとじゃあシュートチャンスが少し増えてきたぞ、うんって思いました。なるほどね。いや、いいんじゃないですか。もうその感想はもう自由ですかね、うん、パルグエルさんも記憶にございませんということでね、うん、なんだよ今日番組なんねえじゃねえかみんな。いや、ありましたありました。僕もあった。あ、よかったよかった、見つけた見つけた、うん、何見つけました。頼むよ。あの駐車場が有料になっててびっくりしたこと。確かに。あれも昔無料だったんですか。うん、無料です。裏はね、もうそれがまさか、うん、しかもなんかちょっとハイシステムな感じのなんか感じだったじゃないですか、うん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 、だからちょっとびっくりしちゃって、うん、もうそれだけはもう今鮮明に覚えてました、うん、どうやって出るのか、ね、で僕あのそうどうやって出るのか分かんなくて聞いて、うんうん、でいや、ナンバー押せばいいんですよっつって、僕ナンバー23だから、うん、23って押したら、うん、ナンバーが4つぐらい出てきて、おい23、4つもあるんだよって。もう違う車にしようかなと思って、いい車は俺の車にしようかなと。そう言われてみればそうですね。そうか、そうだね、うん、もしあれ同じ車種と同じナンバーだったら、もしかしたら違うやついるかもしれない。確かにね。4台あるってすごいですね。あと誰ですか。パラグエルさん、西村さん、容疑者かな。あ、容疑者もそうか、ね、うん、だから、うん、びっくりしちゃって俺もバッて4つ出てきたから、えって思って。それ面白いね。さっきパパさんがそれ社長がやってましたよって言ってみんな同じことや。タポにもいる、うん、すごいな。23、うん、まあそれは覚えておりました。全然サッカーと関係ねえじゃん。あ、もう一個覚え、もう一個だから到着して、はい、で行ったら、はい、あの浦安さんの谷口代表がこう待ち構えててくれたんで、はいはいはい、まあ、いろいろお話できて、うんうん、なんかおしゃべりされてましたね。うん、あのテンションの高さが、あのテンションの高さがやっぱり自信があったんでしょうね。うん、なんかもう、あのマッチデープログラムをね、作ってくれてたんで、そう、あれがやっぱすごい、うん。あれを結構前から、うん、まあ当日そういうの作ってるから、うん、なんか情報くださいっつって、うん、フミヤのコメントと写真を送ってたんですけど、まさかあんなにもう過去の試合まで、うん、なんか調べて写真集めて、うん、コメントつけて、うん、代表自らやってるからもう気合入ってたんだなと思って。そうですね、今思えば。あれ、大輝さんさ、あの後期のブリオベッカとの試合って場所どこでやるんだっけ。エドリクです。エドリクか。そしたらさ、あの谷口代表に話して、あれをなんかこう入ったようなパンフレットにした方がいいんじゃないの、配るとき。そうですね、うん、だからストーリーが分かったのがね。そうそう、うん、いやだから写真もあれ、うん、多分その過去に戻ったんだと思うんですよね、探、うん、して多分作ったと思うんで。そうね、まああの、ね、視聴リスナーの皆さんみんな知ってるかもしれないけど、あのブリオベッカさんのなんあれツイッターホームページかなんかに行くと、あの過去の江戸川クラシコ23と浦安の歴史の試合が写真付きでテキストがあるんだよね、記事が。それ結構ね、読むと胸熱ですよ。私なんかもドキドキしちゃった。ぜひぜひみんな読んで、あれは拡散してほしい。そうですよね、あれは良かった。 あと大輝さん、ちょっとあれなんですけどね、ジェイコムさんが結構南葛と23のこう 対決というか対戦をこうあのセットでいつも伝えてるじゃないですか、ライバル関係みたいな感じで。であれかね、うんうん、あの浦安さんとの間もああいう感じでケーブルテレビさんにね入ってもらって、こうあのダービー感を煽ってもらってね、で浦安と南葛さんもダービー感を煽ってもらって、この三角ダービーみたいな感じでね、ケーブルさんのこうなんていうのかな、売りにしてもらえるといいなと思うんだけど。
だからケーブルですよ ねだから、うん、あの南葛と葛飾、うん、葛飾足立江戸川でこれ東側 J コムがつながってるんですよ、これ、うんうんうん、でやってるんで、ちょうどこのネタがサッカーネタで今盛り上がってるんで、なるほどなるほどなるほど、なんか浦安さんも多分 J コム浦安でやってると思うんで、うん、多分その関係性がなんか多分なかなか難しいんだと思うんですよね。前も昔も結構そんな話してて、うん、J コムさんでやりましたって、うんうんうんなんですけど、うんうん、なんかちょっとこれできなくて、うんうんうん、でもなんかうまくねやってもらえれば、ね、確かに面白いですよ。見どころになりますもんね。だからそれがシャトルセブンダービーだって。そっかそっかそっか。さっきパパさんが言ってます。シャトルセブンダービー。なんか地元の人もう慌てて打ったから、この何回もがもうビルの何回。もうそんなに慌てて打たなくても大丈夫ですよ。シャトルセブンダービーいいですよね。これで本当にシャトル全部合わせてシャトルセブンダービーなんですね、うん、これ、うん、そうだね、南葛とうちだけじゃないですよね。浦安まで行きますから。浦安も入れて、うん、完成する。いいですね。すごいなこれ。さすがだな、うん、ザキパパさん。え、シャトルセブンってさ、どこの運行がバス会社さんなの、うん、都営なの、うん、どこなんだろう。もしなんかね、あの民間の会社さんだったらね、この3社でこう、うん、カップ戦とかね、あのプレシーズンマッチとかで、ね、カップ戦とか企画してくれてさ、それ冠にしてくれればいいのにね、シャトルセブンカップとかしてね。いや、そのなんか3チームが乗ってるバスとか見たいな。ねえ、そうだよ ね、誰かこうバスの会社にこうつながりがある人いないですか、リスナーさんで。ね、確かにシャトルセブンシャトルセブンカップは全然ありえそうですね。うん、ねえ、いいですよね。カップね。で、うん、全カテゴリーできそうですもんね。チビ、ジュニア、ジュニア。そうだよ。いいじゃん。確かに。もうめっちゃ面白そうですね。だから、うん、ジュニアの試合は浦安でやって、うん、他の試合は葛飾でやって、うん、で、トップは江戸陸で、うん、真ん中の江戸陸で。めっちゃいいじゃないですか。シャトルセブンカップ。ね、うん、もう勝手に、はい、勝手にやっちゃいますか。やっちゃっても勝手にぶっ殺されるよ。うん、お正月いきますか、元旦。あ、いいっすね。天皇杯よりもシャトルセブン、シャトルセブンダービーだっつって。いいね、すごい。すごい面白そう。そう、なんか皆さんも現実逃避してるの、この辛さがよくわかるぜ。試合の内容だけ勝手に言っとこう。前半の18分に、浦安さん井上選手入れました。で、前半の33分に峰選手が入れました。2対0で折り返し、はい、後半、33分に井上選手がまた入れました。で、最後43分に、はい、これ斉田選手でね入れまして、 4-0 で、はい、ブレオベッカーね勝利ということでね、はい、ちょっとなかなか最大そう勝ち星がねなかったぐらい浦安さんなんでね、すっごいこう、うん、圧というかプレッシャーがきつかったですけども、まあしょうがないね、いろいろ反省点多分チームの方々してるだろうしね。試合後のインタビューでも選手たちすげえなんかこう辛そうだよ、反省ってかなんかあれだよね、あの苦しんでたよね、うん。もうなんかね言葉が出ないって。そうそう、すいません、私がインタビューしてて私が一番出てなかったです。そうそうそう、今回は、メインカメラがブラジルで、でサブカメラの選手を追っかけるアップカメラがパラグレさんで、はい、なんとインタビューの責任者とかは、はい、インタビューのこうディレクターはですね、はい、あのマリスさんにやっていただいたんですよね。負けた時のインタビューって本当みんな何聞くんだろうと思って、こう勝った時のシナリオはいくつか考えてたんですけど、うんうん、負けた時で忘れてたと思って、うん、何聞こう、何を話したいだろうなってこう思うと、何も話したくないよねっていう、こう思うじゃないですか。あ、選手の立場になって、選手とか。あ、そうだね、うん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 、なんか何も話したくない、まあ、私負けた時サポーターっていうか普通に他の試合とかでも見に行って、うん、負けた時は話したくないんですよ、その選手とかに、うんうんうん、だからさっさと帰るっていうのが普通なんですよ、うんうん、勝った時はやった勝ったねみたいなことをこう話しに行くのが楽しいんですけど、うんうん、負けた時ってそういえば私話しかけに行くの嫌で、やだよね、毎回早く帰ってたなってことを記憶なんかこう思い出したら、
この人たちに何聞けばいいんだろうと思っちゃって固まっちゃいました、うん、最初だけ良かったんだよね、勉強になりました、あのインタビューをするタイミング選手を紹介するところはいいんだけど、その後こういろんなことを考えて言葉が出てこなくなっちゃうんだよね、選手がすごいうつむいちゃったりとかさ、負けちゃいましたがって言えないしなとかこう、ね、そうだよね難しいですねって思いました。ね、ね、大輝さん選手も何話しそうってない。そうそう、大輝さん、あの負けた時って選手に何聞いたらいいんですか？俺たちは。いや、だから今回俺もちょっと見ましたけど、うん、選手も大変そうでしたけど、俺マリさんがなんでこのタイミングでマリさんがインタビューをしてるのか。それのも俺もさすがブラジルさんはここで試練を与えるんだなと思って。だからなんかちょっとバレたらインタビューしてるんだけど、うん、ちょっとフォローみたいなブラジルさんがこうやって入るから、うんうん、もう俺さ本当にそっちにばっか気になって選手の言葉全く入ってこない聞いてくださいちゃんとこの悪い雰囲気全く入ってはなそっかそこまで読まれてるのかいやでもいや、うん、負けた時のインタビューはでも、うんグリグリ、うん、グリグリ言ってほしいなブラジルさんになんか、うん、負けた時はもう、もう傷口をもうグリグリもうそこまで言わないでくださいみたいな。そうだよ、でもでも負けなんで4点も取られるとか、そう負けは負けでねやっぱ伝えることがあるよね、選手たちのこう苦しんでるところもそうですさ、だからなんかそういう本当に素人目線でなんかもう直球で、うんはい、だって4点も取られるってあんま見たことないじゃないですか。ないだからそうですね、だからなんで4点も取られちゃったんですかみたいな、うん、そうすると選手もあなんで俺らも4点も取られたんだふと我に返って4点も取られるってどういうことだってやっぱちょっとなんか何かが気づくかもしれないし、そうだよね、だから、うん、何も考えずにちょっと今の悔しいは悔しいんですけど、うん、知りたいことを聞いちゃえば、うん、なんか選手も、ねうん、なんかこう反省点出てくるかもしれないし、うんまあ、下向いちゃうことは下向いちゃうんですけど、もうそれはそれで改善していかないといけないんでね、うん、もう先に一番最初にディフェンダー陣だったんで、うん、ちょっともうユーマとかが本当全然、あ大丈夫魂ここにあるかなっていう顔しててこうなんか、うん、ごめんこんな時に呼んでって本当に思っちゃいましたね、うん、そうなんだよね、そんな感じで言ってなかったでしたっけ、なんかごめんねみたいな感じで言ってなかったでしょ、いや言ってたごめん本当にごめん負けた時に呼んじゃってって言ったそうそんな会話してるからもう空気感が俺伝わってきて本当なんか嫌な空気なんだろうなと思っていやでもあれもあれでエンタメだよな、そうですねまあでもほら、だからそこをね、うん、攻めてほしかったな、そうそう、いやあそこでさほら後ろ3枚のうち2人が来てくれてるわけじゃん、はい、で失点4じゃん、はい、だから必ずさ、はい、なんかこうけんけんがくがくでいきなりこうつかみ合いの喧嘩とかしたらすげえ絵になるななんて一瞬俺思ったんだけど、でもそれはそれでこうまたチームのね評判悪くなるしさまた動画が拡散されたら嫌だから、とりあえず雰囲気は楽しい雰囲気にしないといけないなと思ってやったんだけど本当ね、まあまあ、そうですね、負けた時ちょっとなんか考えますか、もうだから、うん、負けた時はもうこれを聞こうって決めておきましょう、なんかコメントとかもらった方がいいね、こういう質問してほしい、ああね、ファンの皆さんね、負けた時に聞いてほしいことみたいなね、逆に聞いてほしいこと、うん、いやなんかありそうな気がするんですよね、でもあのほら、ミッドフィルダー陣に来てもらった時ユッキーが言ったじゃん、ほんでさマリさんがユッキーに質問してるのさ、ユッキーなんかもう泣き出しそうな顔しててさ俺目の前でポロポロ泣かれたらどうやってこの人をフォローしようとか思って考えちゃってさ、ギャグ言っても全然反応しないんで、あいつがあいつがって言っちゃ悪いけど、ね、そう分かる、分かりますもん、あのパルゲルさんカットしてくれてるけど合間にね結構くだらない話もしてんだけどみんな笑ってくんないしさ、あ俺完全に今すごいされたなみたいな感じですげえ雰囲気悪くてさちょっと今回はなんかパラグレさんの編集が大変だったなって、うん、そうですそうですあのと思いました、うん、ゲームのダイジェストも、うん、やっぱ入れられるじゃないですか、うん、そしたらあの
スタジアム DJ がゴールって結構言ってたじゃないですか、うんうん、あれをスパーンってカットしてる感じがすごいしたんです。もうゴール決められたらもう次のプレーに入ってた感じがして、イラッとしたんだろう。ぶった切ってたよね。そうそう、何よりも短かったですからね。あの4失点してるのにすごい短くて、みんな編集者の心理まで読むわけね。よく分かってバレたかって。だからもう インタビューなんかはかなりもうね、うん、なんかもう大変だった感がもう伝わってきました、うん、そうそう、うん、まあでもマリさんもあれでインタビューってさ、やっぱり数こなさないと言葉出てこないからさ、はい、あの今後も一つねマリらしいインタビューをね、はい、こう頑張ってほしいんですよね。頑張ります、はい、ネタ帳こう書いといてさ、そう言ってほしいんです、はい、あでね、あそうだ、動画をねちょっとダイジェスト動画とかの辺こう見返した時に気づいたんですけど、これ大輝さんに聞きたかったんですけどね、はい、映像出てるかな、これあの前半のキックオフの直前なんですよ。これからボールタッチしてさ、はい、キックオフっていうところなんですけど、あの、うんうん、ハーフウェイラインのこう最前線にさ23の選手がこう猛プレッシャーかけるっていうのはよくあるパターンなんだけど、左側に5人ぐらい寄ってるじゃないですか。これってちょっとすごい、僕、うん、こういうの見たことなかったんですけど、これはあれですか、大輝さんなんかこう秘密があったんですか、これなんでみんな左に寄ってんの。なんかメインスタンドの方に可愛い子でもいたの。いうん、じゃないですかね。なんか気になるものがあったんじゃないですか。何があったの、まあ、これだからあれじゃないですか、あの、うん、久保田スピアーズ戦法じゃないですか、これ多分。あ、ラグビーからなんか学んだのか。ラグビーこんな感じじゃないですか。確か違いましたっけ。なんかでもこれでも、うん、あんまなんかうまくいってなかったですよね。でも始まった瞬間この4人ダッシュしてましたよね。そうそう、4人ダッシュして、うん、確かこれ4人ダッシュして、うん、そんな奥に蹴り込まず、そうそう、手前手前でやって、で、うん、でそれを戻してうん、ユーマすぐに外に出すみたいな。うん、あ、そう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 。立ちないからですよ。なんだったんだろうみたいな。なんだったんだっていう感じの、これも夢の国だから。あ、これも夢か。なんかでもなんか確かにこれは何なんだろうな。なんかでもこれ意図ってあったんですかね。うん、ひょっとしてわかんないけど。いや、あ、だったと思いますけどね。だからこれを左にこんだけ寄せといて、うん、右のこのティラノがこれ狙ってんじゃないですかね。あっちを。ああなるほどね。こっちに引きつけといて、うん、本当はあっちに行く予定、ユーマからあっちに飛んでいく予定が、うん、こっちに出ちゃった、うん、なるほどなるほど。じゃあこれ罠でもあんまり引っかかんなかったね、うん、相手ね。まあでもこれはねちょっとね、あのこう映像を見ててね、あの後から俺見たからさ面白いなと思ったんだけど、あともう一個ね特徴的なのがあったのがね、これはね、まあ、たまたまね、あのビデオ止めるとこういうことが発生することあるんですけど、それにしてもね前半はね、あのやたらこう中央突破というかね、選手がこうなんて言うんでしょう、よくファイブレーンとかって言うじゃないですか、縦をこう5本にこうレーンを切るような感じだけど、それをちょっと簡単に言って3レーンで切った場合に、その真ん中のレーンのところに選手たちがこう密集して縦でこうボールを行ったり来たりするような場面がすごい多かったんですよ。で両サイド結構空いてたんだけど、それでも縦に行ってってあったんだけど、この辺もあれですかね、前半特徴的にこういうのやってたんだけど、なんかこう小松大作戦でもこうこれ実践中だったんですか。うん、これはまあ小松大作戦 2ぐらいな感じでやってたんじゃないですかね。そうすか、いやそうかそうか、あんま細かいこと言わないでいいですよ、うん、大事な話だったら。ただすごいこれがね両サイドの特徴的にそうなりますよねってザキパパさんからね、そうザキパパさんもこの件指摘しててね、真ん中に寄ってるねみたいな話ね試合中に。そう結構ねピッチ内でいろんなこう現象が発生してて、普段見てなかったようなことが起こってたんで、なんかこう無料別館に向けてやってたのかな、ただそれがうまくいかなかったから4点取られちゃったのかなとか思ってたんですけどね。まあこれはね、
だから、うんうん、これ見ただけ見る限りね、うん、完全にこれだって4人前にいるじゃないですかね、真ん中に。そうそうそう、はいはい、うん、よく少年サッカーだとこういう場面があるじゃないですか、のお団子ちゃんで、うん、うんうん、これはすごいね。すごいよね。串刺し大会してたんじゃないですか、串刺し大会。あ、なるほど。じゃあ三本串、四本串で、そうそうそう。だからこれがね、もう意図したものだったらいいんですし、もし意図してなくてこういうのが原因で向こうがね、あのうちの方の攻め手のバリエーションがなかった、少なかったとか、結構二条さんほら広く両サイドここのとこ使ってたチームだったから、うんうんうん、何かこう大きく変えてきたのか、あとはみんなゴールが下すぎて真ん中に集まっちゃったのか分かんないけどさ。その辺のことが分かったかもしれない、まあ、これはもうブラジルさんが分かっちゃうぐらいですから、はい、意図的ですよね。そうですよね。こんなに、うん、これはもう、もう中をこじ上げようっていう、ああなるほど、感じですよね。うん、こんな中に、いや本当行かないですね。これもだから俺ラグビー見すぎてあれかな、小松さんがラグビーに影響受けちゃってスクラムトライをちょっとサッカーでやってみようかと思っちゃったのか、そういうことなのかなみたいなね。いやいいですね、ブラジルさんがそういうサッカーの話するのはどういうことよ。面白くなってきましたね。そうですか。また素人がバカなこと言ってるよって感じだったんですけど、でじゃあついでですけどね、私は聞きたかったんですけどね、まあ、レフリーさんはね、もちろんレフリーさんの視点でちゃんとジャッジしてるんですけれども、動画はちょっとね私の方撮ってなかったんであれですけれども、1失点目ですかね、フミヤさんが相手のこう、フォワードの選手とこう競り合いをした時にですね、まあ、あのこう相手の肘がですね相当フミヤさんのところにガツンと当たってフミヤさん倒れて起きれないような状況だったんですけど、あれはどうだったのかなみたいなね。もちろんあのジャッジはもう確定してますからひっくり返すつもりは全然ないんですけど、結構審判へのこう、あ、審判じゃなくてキーパーへのこうなんていうのファールって厳しく取ってたような気がしてたんで、これはあの専門家の大輝さんから見ててどうだったのかなみたいなことはちょっとお聞きしたいんですけどね。専門家はウエクサ審判委員長じゃないですか、こういうとこは。審判委員長今日いないのかな。審判委員長今日いない。今日おばんですって。あ、そう、おばんです。来てないな。おばんです来てないっすね。15名様じゃないですか、ね、おばんです。あの時あの日、うん、今日俺の代わりに出るって結構意気込んでなかったでしたっけ。ね、いや だからこのネタをさ俺もさあ使っていいんだなみたいな感じで、うん、意気込みすぎて寝ちゃいましたね。もしくはこれについて勉強してるかもしれないですね。あ、今ねきっとルールブック読み直してるのかな、うんうん、23、そうですね、うん、23勝手にジャッジリプレイ。そうそうそう、開幕です。はい、リプレイです。はい、だからこれはでも、いや俺は別にファールって全然気にはなんなかったです、ね。うんうん、あ、そうですか、うんうん、よくあること、よくあるというか、うん、そんなにっていう感じではなかったですね。もう、まあ、前に出てってるっていうのもあるし、まあだから本当にこれフミヤが出てきた時の、うん、まあそうだな、うん、カバーリングっていうか、うん、そっちは気になってますね。うん、これ誰だろうか、う後ろに後ろにいる、うん、この手前のもう飛んでる時に、はい、もうそうですね。なんかあのほらよくほら昔のほら高校サッカーとかってそうだったけど、あの相手のゴールキーパーごとボールゴールに入れちゃえみたいな感じのシュートとかあったじゃないですか、ぶつかり合いとか。で今回もそれをそんな感じな、昔よく見たなこの風景はみたいな感じなんだけど、ただこれを見た瞬間に俺思い出したのね、あの東京カップのね、最初に南葛とやった時ですよ。斉藤翔太君が
ほらボールごと相手のゴールにこう入っていったようなシュートがあったじゃないですか。相手誰だったっけな、青木選手かな、南葛の。ほんでゴール決まってんだけど、なんかファール取られてゴールが取り消しになったやつ。そう、俺らが疑惑って呼んでさ、南葛さんうち疑惑じゃねえよっつってやり合ったあれなんだけどさ。ありましたね。それで負けた試合でしたっけ。そうあの時に結構ほら、ファールなんていうの、こうそういうペナルティエリア内のファールって結構敏感に取ってたから、あこれもファールなのかなと思ったら、これは流してたから、まあ審判の判断によるのかなと思うんだけど、ちょっとずるいなみたいな。ザキパパさんが、うん、ザキパパさんがレフェリーの位置がもうちょい違ったら肘が入ってるのが見えたかもしれませんねって。あなるほど、見てますね。そっかそっか、じゃあレフェリーさんの、うん、視界に入ってたのか。じゃあそれはレフェリーさんのこうポジショニングというか、あの立ち位置の問題なんだ。ああなるほどね。まあじゃあぜひ今回の審判さん、次はこういうのが見えるところに立って審判をしてくださいって感じだな、個人的に。まあでもあれですよね、まあいいはなんていうの、そういう場面もありましたけどね、あれ後半でしたっけ、はい、いい場面もあって、2個目の PK を取られそうになって、またかよって感じになったら、副審の方に呼ばれて結構長い間おしゃべりをしてて、でフミヤさんがこう、はい、近くでじーっとその2人を見ててプレッシャーをかけながら、でその後ね、なんだろう、取り消しになりましたね。そう PK 取り消しか、あれはやっぱり、まあ、良かったというか、あ偉いなとかすごいなと思ったんですけどね。まあ、審判さんも練習中だったのかもね、この試合でね、関東リーグだからね。また去年と違う方々があれなんですかね、新しい審判の方々になってるんですかね、どうなんですか。なるほどね。いや審判はそんな変わりはない、うん、ないですね。でもあれ、まあ、もうあれ、まあ、誰だっけ、ナイトゥ誰かがファールスライドして、もう審判はもう結構2、3メートル後ろぐらいに、もう結構近くでもうすぐもう気合い入れた PK でピーってやりましたからね。だから自信あって PK にしたのか、まあ、ちょっと迷いながらこうやったのか分かんないけど、もういい音鳴らして気持ちよくね、いくらやったんで、うん、俺もって思いましたけど、そこからみんながギャーギャー言って、まあ、腹心もちょっとこうなんか言ってくれてたんでしょうね。だから、ね、ちゃんとあそこで、いや俺も聞き行った方がいいって思ったんですよ、まあ、どっちであれ、行かないと、多分もうあそこから後ろだと見えない可能性もあるから、それを主審は横で見てるし、当たってるかどうか多分分かるから、あそこをちゃんと聞き入って、で冷静にフミヤの圧を感じながら、ちゃんと話も聞いて、当たってないの、当たってなかったってこういう会話だと思うんですよ。でなるほど、俺から見たら当たって全然当たってたよ、いやいや全然当たってないですよみたいな感じになって、嘘マジ変えていい、行けるみたいな、行っちゃうかみたいな、変えちゃうだと思うんですよね。もう それですから、もう自分でこう出して、やっぱ自分で言って吹いて PK って言ったのを覆すって結構な勇気とあれが必要なんで、もう、まあ、誤信ちゃ誤信になっちゃうのを変えたんで、まあ、俺はすごいなと思いましたけどね。うちらだったらちょっと、あれかもしれないですけど、浦安さんもそんなになんか、なんだよってなんなかったんで、確かにね、まあ、ラッキーだと思ったと思うんですよね、PK になって、ラッキーってなったと思うんで、まあそこ覆ったんで、だよなみたいな感じで、浦安でだってな、だよな、当たってねえよなってなって思います。いやー大輝さん今ね、新しい世界を発掘したよ。大輝さんのこうなんで登場人物の勝手に心理描写マジ良かったこれシリーズにしてほしい。あじゃあ
あれですね、審判がこう歩み寄って誰かと喋ってるとこ、僕再現してそうそうそう再現してめちゃくちゃ今の面白かった、本当にこれ特集にしたい。なんで今それ分かったかっていうと、分かったっていうか適当に言ったんですけど、審判が終わって、今日もお疲れ様でした、ありがとうございましたって言ったら、いや本当すいません、本当にいらんことしてすいませんでしたってすごいペコとか謝ってきていい人だったんですよ本当に、でも牛40なんで大丈夫です、そう試合内容に関係ないですから大丈夫です気にしてない、ね、そこ別に全然気にしてないです、そうですよね、まあ、審判もね人間なので、やっぱミスする、ミスする俺ね、ミスを認めない審判が一番嫌いなんですよ。もう明らかにこう自分がね、こう言っちゃったばっかりに、もう間違ってるって自分で分かってる時もあるんですよ。この雰囲気絶対違うなっていうのあるんですよ。こうやって、だからまあ今回もそうじゃないですか。ペナルティってやったんだけど、みんながってなる時ってあるんですけど、それってやっぱり分かってるんだけど、もう言っちゃったから、いや絶対当たったみたいないう審判も、頑固な審判もいるんで、今回の審判はすごいこう、なんつうんですかね、ちゃんとこう見極めて情報もちゃんともらって冷静に覆したんで、すごいなと、もうあっぱれです。ありがとうございます。あの前に関東リーグ の審判部の偉い方にインタビューした時に、あの関東リーグってやっぱ審判を育成するすごいいい場になってるって言ってまして、試合の内容も、あの地域リーグ9つの中では相当レベルが高いから、やっぱり審判技術もすごくこう高められるし、関東出身の J リーグとかプロレフリーになってワールドカップで笛吹いた方もいるんですよねみたいなこと言ってたから、やっぱり今回の審判さんがね、今回から学び多くして、また今シーズン何回か吹いてね、そのうち J プロレフリーになってくれるといいなと思うんですけどね、次回はもうちょっとね、あの白赤にこうあのこう、気持ちの入ってるフリー、あのレフリングをしてほしいななんて個人的に思ったりします。はい、はい、でね、じゃあちょっと話を進めようかね。この日のね配信のこう状況とか皆さんのね感想なんかをお伝えしたいんですけど、今回ね、あのこの試合は配信は浦安さんがやってくれました。ね、試合のね終わった後のね配信でね、YouTube、これ浦安さんの YouTube ですよ。1900何人か、約2000人ぐらいの方がやっぱ見てくれてました。有料、あれ入場者数で450人とかそのぐらいだっけ、500人かけるぐらいだったっけ。そうですね、まあでも関東リーグの配信がだいたいこうどこも1500人2000人がフォー、どこのチームもだいたいコンスタントに見られるようになってきたね、うちも含めてね。すごいですね。ハロンさん、やっぱ今年さ、やっぱ関東リーグの中継はどこも一生懸命だけど、結構注目は高いですよ、去年に比べて。いや、面白いですよね。なんか皆様だんだんこう、この今回もこの浦安さんもこの林洋平って、これも中大卒の F 棟行って、こいつもこう、本当わざわざ終わった後も挨拶してくれたんですけど、すごい23のサッカーめちゃめちゃ面白いっすねっつって。ああそうなんですね、解説してただけあって、しっかりこういろいろ分析して、言ってたんで、多分ね、こうやって元 J リーガーでこうやってちょっと分析できるやつがやってたら、これもやっぱ中継も面白かったと思いますよ、きっと。あのね、面白かったです、本当僕も見てましたけど、そう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 、まあ、あとね、喋りもあのっていうかね、浦安さんが何がすごいかってね、俺とパラグレスさんでね試合前に行ったんだけどね、向こうね総勢7人で配信やってるんですよ。いっぱい見たでしょ、言えば。喋りが2人で残り5人がスタッフ。カメラが2人、スイッチャー1人、コンピューター1人、もう1人なんかディレクションやる人が1人とかでね、7人でやってるの。うち3人じゃないですか。そう、はい、だからね、それはいい中継、あんだけ細かく機材増してできるわなって感じだよね。そうで、うちの次回から学生スタッフだと
ちょっと探しますわ。もうそういうの大好き、学生を。学生ね。そうでね、大樹さん、よき同士な3人いるじゃん。でさ、俺って何年役してんのかなって今回はっきり分かったんだけど、やっぱり俺しゃべり散らかしてるだけなんですよ。でね、マリさんは何をやってるかっていうと、とりあえず 0.5 人分で、あの時計表示とか、あの得点表示とか、こう画面のね、最近ちょっとあのリプレイできるようになってきたから貢献度高いんだけど、それでも多分 0.5 人ぐらいだと思うのよ。そうすると向こうとの人数差考えたら、多分ね、5.5 人分はね、パルゲルさん一人でやってんだよ。すごい。そうだから、ね、誰かパルゲルさんの役に立てるような、こうなんていうの、エンジニア系の人来てって感じ。そういうことですね。そう、うん、だから宮パルゲルさんの弟子にさせてくださいっていう学生はちょっと探します。お願いしますよ、パラグエルの映像塾。よろしく、うん、お願いします。さあ、それで、なんだっけ、あ、これはね、だブリオベッカさんね。でここから先うちらです、心メーター、この日もね、発動しました。ツイッターだけでしたけどね、はい、見てみましょう。今回の成績はこれじゃんということでね、過去、一番厳しい数字が出ました。投票の、ね、総数は38票で、ね、そんなに低くなかった、うん、正直皆さん、はい、あのわざわざ入れてくれた。で、心震えた、よかったって人は 13%、打たれた、はい、また見たいって、まあ、普通っていうのが 3%、 打たれなかったが 84%、はい、うん、いい。そう、この打たれなかったって人がわざわざ試合が終わった後にツイッターに来てこれを投票してくれたってことが、僕は本当にチームへの愛を感じるし、こういう人たちがいるからやっぱね、選手の人たちみんな本当頑張ってほしいなと思うんですけどね、うん、ものすごく打たれたが 13% いるんですけどね、これはきっとブリオベッカのファンの人じゃないかなと個人的に思ってるんだけれども、さあ、それかすごいひねくれてる人がどっちかですよね。あ、ひっくり返っちゃってる人、そういるかもね。そうだよね、いつもあの打たれなかったに入れてる人。ああ打たれなかったくん、うんうん、いつも打たれなかったくんはこの打たれたまた見たいの 3% じゃないですか。ちょっと上げたんだよ、ね、1ランクひねくれてるから。うん、でも大樹さんどうでしょうね、あのこの、まあ、この票はね、まあ、多分試合結果通りかなって感じますけど、何か感想ありますか。まあ 0-4 で負けてね、うん、やっぱ、うん、そこで心打たれるっていうのはもう、うん、まあ、よほどだからもうね、鹿島アントラーズ浦和レッズとやってて 0-4 で負けたら、うん、もしかしたらね、うん、頑張って、うん、もしかしたら打たれたってなるかもしれないから、うん、ね、同カテゴリーでしかも隣町で、ね、そこに 0-4 で打たれるってことはね、うん、なかなかできないんで、これはもう真摯に受け止めて、うん、そうですよね、はい、うん、やっぱり、まあ、最後までね諦めずやってはいましたけどね、うんうん、でも、うんうん、やっぱり 0-4 になったらやっぱり1点返すっていうのはね、少しでもの、うん、少しでものあれだとは思うんでね、1ゴール入ってたらね、はい、そう、うん、最後、うん、最後なんかちょっと、うんうんうん、もうちょっとパワーかけれたんじゃないかなっていう、うん、だからまあ、うん、いつも言ってるそのグッドルーザーっていう言葉も、うんうんうん、まあ、選手たちも言ってるんですけど、うん、まあ、負ける時も絶対あるんで、うんうんうん、その時にね、やっぱどんな振る舞いが終わる瞬間がどうなってるかとかっていうのはね、うんうん、みんなも意識しなくちゃいけなくて、俺も今回スタンドで見てたんですけど、うん、ちょっと前っていうか、まあ、みんなビジター席にいたんで、皆さん近くに。うんうんうん、俺も全然グッドルーザーになれず、もう目合わせれなくて、ちょっと後ろの人にペコリって言ってすぐ逃げるような感じになっちゃったんですよ。大樹さん逃げたみたいな。そうだからやっぱりああいう時にしっかりこうね、うん、下向いちゃう選手もそうだしね、でもやったこう結果として出ただけなんで ね、ここはしっかりとこう、はい、うん、やっぱり心打つ、うん、諦めずにやって、ね、うん、一生懸命やって後悔なければ、うん、打たれると思うので、うん、
ここはね、クラブ一丸でやってまいります。そうですね、まあ、長いシーズンありますんでね、こういうのもあるんだけど、この次の試合が多分大丈夫だ、大事だと思うんですよね。これはね、エボグラフにしたところですね、一番下のチョコレートほとんどなしって感じね。今回はポッキーはほとんどクッキー部分だけでしたね。さっきちょっとチョコレートが乗ってる。これ一番嫌いなポッキー、僕もうほとんどマッチ棒みたいなね。火つくね、火つくね、これね。つくぜひまたチョコたっぷりのポッキーに戻ってほしいなとね、それもなるべく長いやつがいいかなみたいなね、はいはい、今回はマッチ棒でございましたね、はい、あとこれもね、まあ、大輝さんに、ね、代表してね、こう見といてもらいたいんですけど、去年からの、ねにちょっと棒グラフにこう重ねますと、まあ、これ去年1年間プラス今年の、今までの試合って感じなんですけど、やっぱり去年1年間から通じてもね、ここまでね、ダメっていうのが出たのってね、初めてですね。昨年のね、ねうん、もうここまでなかった。でもダメな時って、うん、去年まではダメな時は評価されてないですもんね、うん、そう、投票してこない、押されてないですよね、投票の数が全然違う。そう、すごいですね。だからこれわざわざ投票してダメ出しをしてくれた人っていうのは本当にね、クラブのこと、あ、チームのことね、うん、大事に思ってくれてる人だと思う。ありがとうございます。そうですよね、うん、本当にありがとうございます、はい、この人たちの心を打たせてほしいな、ね、クラブの人たちに頑張ってもらって、うん、まあ、チームのね、うんうん、まあ、できますから必ず。さあ、それをですね、いつやるかというとですね、はい、はい、こちらになります。じゃーんということで、はい、ね、見慣れぬ、ね、チームのロゴが出てますけれど、これはですね、うん、国士舘大学の、ね、ロゴですね、はい、2つ目のテーマ、天皇杯まであと2つ、あと2回勝てば天皇杯出場できます、東京都サッカートーナメント出場ということでね、相手は対戦相手は国士舘大学でございます。さあ、いよいよ今週の日曜日4月の24日お昼の2時からですね、東京 23FC と国士舘大学の、ね、試合が行われます、東京都サッカートーナメントの準決勝ということで、例の西ヶ丘決戦ですよ、天皇杯に行くための、必ず通らなきゃいけない大きな、バトルの場でございます、味の素フィールド西ヶ丘ですね。さあ、この辺はね、まあリーグ戦とねちょっと違ったこう気持ちを入れ替えるのでもいいなと思うんですけれども、大輝さんどうでしょうか、天皇杯こう天皇杯の予選に向けたこのチームの仕上がり具合とか。そうですね、うん、もうなんか久々の東京トーナメントっていうんですけど、あ、これそうだそうだ、出場なんで、うん、いつ以来なんかな、うん、なんか久しく出てなかったんで、うん、すごいちょっと昔は何度か出てたんで、うんうんうん、あれちょっと本当今年今回立正大学さんと、うん、まあ、ユナイテッドさんは出てるのかな、あ、出てる、国士も出ててる、うんうん、だから、まあ、立正ユナイテッドうちもまだ天皇杯出てないんで、うん、もうなんかちょっと 初出場が出るんじゃないかなって俺は思ってるんですよ、やっぱり今年は、うん、俺がうちでありたいと、うんうんうん、という気持ちが強い。だから今日本当に紅白戦やってましたけど、あ、ね、らしいですね、まさかの公式戦ユニフォームでやるとさすがでございます。小松監督はもう本気でございます、うん、もうこれあれですか、 なんかこう相当ちょっとなんか何の紅白戦だったんですか、これは。あえてこの時期に生きるか死ぬかじゃないですか、生きるか死ぬかの。生きるか死ぬか。もうどっちが勝ったんですか。赤と白が、どっちが勝ったか言っちゃいけないぐらい、うん、赤が燃えてますね、うん。赤が燃えてましたね。うん、これでしょ、トップチームと リザーブ、こうな、いつも試合出てる組出てない組とかじゃなくて、結構こう現場で見ててこうなんていうかな、スクランブルというかごちゃ混ぜにしてるの。ごちゃ混ぜじゃないですかね。うん、うん、ちょっとは混ぜて、うん、うん、でも熱い試合してましたね。あ、何を、これここにいるじゃないですか、うん、ここに
これ私でございますよ、これ。え、どこにいるの？奥に。奥に、奥に黒い。右の黒い人。右の黒いちょっとカッコつけてる感じのなんかいるじゃないですか。え、これ？あ、ボールに足かけてる人。ボールに足かけて。あ、こっちか。肘がかかってる人じゃなくて。え、肘がかかってる。は、肘でかかってるのは、あの、うん、トマちゃん。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 あ、それ、それそっちか。原野さんさ、これだからあのあれでね、長いボールもあれですよ、うんうん、ボールもこれ天皇杯仕様のボールなんです。あ、本当だ、天皇杯ボールだ。あ、なるほどね、本当だ。あ、でもこれでもあれで慣れてるんだ。そうです、それの僕、そのただ俺もう一個もう一機あって単なるボール拾いなんですけど、ね、うん、僕はあっち行っちゃうの取っていかないといけないんで。結構でもね戦ってるね。黒熊ちゃんからホームアウェー、うん、うちはどっちか決まってますかということで、並びどうなんだろうね。うちがホームなのかね、向こうがあれから国士館がホームかね。ね、でもなんか順番的に上が社会人、うん、下が大学みたいな並びでずっとありましたよね。あ、じゃあやっぱり体育、うん、ユニフォームはねでも事前に教えて、うん、くれるんだけど、うん、決定ではないから、うん、そうですよね。どっちかわから、うん、どっちかわからずです、これ、うん、まだ。そうですね、まあ、あっちも、うん、こっちも白なんで、うんうんうん、あ、そうなんですね、うん、白にちょっと水色かかった感じなんで、うんうんうん、どっちかがサブっていうか、まあなんか赤でやってもいいような気がするんだな、うち。白でやられたからちょっと赤でイメチェンして燃えていきたい。え、場所的にはホーム側なんですか、それともアウェー側なんですか。私たち場所的には左側になるのかな、ベンチは。ああ、じゃあホーム側ですね。ホーム側みたいな。そうです、そうそうです。はい、で社会人がホーム側になるんだと思います。で、試合も多分、ダイレクトが左側になって、うんうん、で、うちらが、そうそう、左、うん、2試合目は、そうか。そうですね。1試合目、2試合目みたいな感じで。うん。へえ。いや楽しみだな。ねえ、楽しみだよね。え、滝さん、あれが天皇杯のこの何、予選のこの準決勝だとレギュレーションとしては、90分で延長ありなんですかね。延長ありです。あ、そうそう。で、延長やって決まんないときは PK。PK。よし。西ヶ丘の PK は思い出すな、あいつを。え、それはいい思い出なんですか、嫌な思い出なんですか。嫌な思い出だから、本当横川武蔵野時代の決勝ですよ、それは。うん、ああ、そう。誰だっけ。いや、言っちゃかわいそうだけど、絶対聞いてないから言うんですけど、うんうん、山下亮介。あ、山下か。亮介。亮介が、コーン、コーンっつって。でも、だから本当それが本当に天皇杯東京カップに手がかかった、うん、何回も言いますけど、もう 1-0 で勝っててロスタイムでも追いつかれて、うん、で 1-1 になって延長行って、うん、延長前半に中山が決めて、うん、中山優希さん、うん、そうだ、中山優希さんが決めて、うん、あいつを前線に送ったんですよ、山さんは。延長に入って勝負に出て、うんうん、でそれでまた中山を戻したら、うん、後半延長後半にまたロスタイムに追いつかれて、うん、PK 戦ですよ、うん、でそれの相手が今の武蔵野の、うん、あの監督だった中大の先輩の与田さんだったんですよ、うん、だから今回のエドリクで PK でもう勝った時はもう俺は本当にえ、あの時の監督は与田さんだったの。そうなんですよ、与田マジック。すごいね。で、あのマジックと確かあれだよね、横川さん、あの頃横川だったよね。横川さんが天皇杯出て、うん、で初戦かなんかで FC 東京を破ったんだっけ。あれはその後か、初戦じゃないです。ベスト8ぐらいで、ベスト8か、破ってベスト8か、 あのフリーキック長いの蹴って、そう、うん、1-0 で1-0、そう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 、
でも今日あれですよ、本当、うん、終わってヒレが、うん、もう大樹さん札幌まで連れてきますよって言ってたんで、多分大丈夫だと思います。マジか、札幌休む気満々なんでお願いしますすごいな。もうヒレはもう貸しがいっぱいあるんで、いろいろと今シーズン入ってからいろいろ、じゃあこれやってやるからちゃんと点取れよっていうこのやり取り何回もやってるんですけど、全然返してくれてないんで、はい、もう札幌までは必ず札幌までは必ず連れてもらう。なるほど。あのまあこんなこと考えるのも早いけど、本戦にもし行った場合、最初神奈川の代表チームじゃないですか。で今のところ、はい、どこが残ってるか分かるけど、今週エスペランサとどこだっけかな、YS、あ YS が、あ YS、相模原じゃない、はい、いや YS って言ってたような気がする。あ本当、相模原ともう一個のチームじゃないですか。相模原じゃないですか、エスペと。なんか そんなこと言ってたような気がするな、ね、初めて。あれ私でも YS の時に次エスペランサって聞いたような気がしたのは、うん、気のせいかな。あ本当、まあでもどっちにしてもね、うん、あのまあエスペランサもまだ残ってるんでしょ。だこれ天皇杯の例えば本戦で、初戦がエスペランサ対23とか2になって、すげえまとめなんかカントリーグ的にはすごいけど、やだ YS とやりたい、そう違うところでやりたいなみたいな。 YS とやりたいね、まあ、ちょっと天皇杯でエスペランサさんとはちょっとやりたくないです。やりたくないよね天皇杯出場したよりなんか1回戦エスペランサさんってちょっと、またカントリーグみたいなってなっちゃうから、やっぱそこは J リーグチームかどっかってやりたいですよね、うん、ね、うん、まあ夢見と対決したいな、まあ、うん、そうですね、うん、なんか天皇杯ってそう、あと楽しみが残ってるの、あ遠いも残ってるのか、遠いんだ、党員とやるって言ってたわ、エース。あ、ほんと。それもそれですごいな。うん、へぇ。まあ、ちょっと先の話はともかくね、とあと2つ勝たなきゃいけないんだけど、はい、この2つの山が非常に険しい山なんでね、はい、選手、スタッフ、そしてね、ファンの皆さん、サポーターの皆さん、本当心一つにね、本気にならないと乗り越えられない壁なんでね、ぜひ、皆さんのこう力を、チームに注いでほしいなと思います。改めてね日にちをお伝えしておきましょう、4月の24日のねお昼の2時からね、はい、キックオフということで東京ニュースさん FC と国士舘大学の試合ですね、はい、味の素フィールド西ヶ丘でね行われます、はい、最寄り駅はあれはどこだろう、東十条になるのかな、もしくはあれか、元ハス沼か、はい、そこ、元蓮沼だったらすぐ、そうすぐです、うん、商店街もあってね結構楽しい場所なんでね、どうで行ってみていかがでしょうか。これあれですが、前売りはなんかサッカー協会の方から行けたんですよね、チケットね。そうです、チケットいろいろコンビニなんかそう、チケットピアか、うん、コンビニセブンイレブンでも買えたはずです、うん、ありがとうございます。黒熊ちゃんから三田線だよってですね、あれ修正入りました、ありがとうございます。で皆さんなんか当日券なさそうないんですよね、これ確かね。もし来られる方は前売りでぜひお越しいただければと思います。はい、はい、実況隊も取材としてですね、ちゃんとプレスパスが通りましてね、はい、よかった、はい、大輝さんプレスとして入りました、ありがとうございました。いやよかったで、よかったですね、はい、なんかちょっといろ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 言われて俺もなんか、ちゃんと査察が入りました、はい、こいつら大丈夫かみたいなそう、それでなんか 3名はダメですよみたいな、ダメですよ、いや3名なんですよすいませんって言ったら、うん、なんかやっぱ良かったです、通りましたね、本当にありがとうございました、うん、で宮田君のことでライブ配信はねちょっとできないですけれども、うん、ダイジェストの方しっかり撮ってきますし、はい、インタビューもね、はい、また撮ってくると思いますので、はい、それをお楽しみいただければと思います、はい、さあそれでですね、あとは何だろうな、ネタ的にはちょっと待ってね、探してみよう、あこれか、この辺どうだろうな、これゲットオーバーですけれども、エドリクのねなんかチケットの発売がスタートしたみたいなことが書かれてました、はい、どうでしょうか原野さん、この辺って PR ありますか。いや、5月15日が、日曜日またエドリク、うん、今度は
そうですね。今週国試なんですけど、5月15日はあの琉球大ドラドゴンラゴンズなズ。んで、うわ。ドラゴンズが来るんで、もう全校応援で来てくれないかな、もう本当に、あっちは。学割。まあ、それぐらい、学割いきますからっつって。そうだよね。まあでもそうなんですよ。だからちょっと前が1054人だったんで、まあ何しろ次はだから、まああっちのやっぱアウェイがメインスタンド、アウェイ側の栃木さん側の時はまあちょっと空いてたんで、あっちもこう埋まるような、もうで多分琉球さんもあんま来てくれないと思うんで、もうビジター席はもう一角しかもう用意しないぐらいな気持ちで、全部をこうホームで白赤で埋めて、だから1500、まあギリギリで1500ぐらいは入ると思うので、1500ぐらいやって、で次のボンズ戦6月にはう2000人で、浦安戦は3000人で、おお、南葛戦は5満員。千 いいこね。の流れを皆さんでちょっと作っていただいて、次はだから1500は、まあ、山本 P は躍起になってやってくれると思うんでね。山本 P はもう今、ええーっつってると思います。竜のように炎を吐いてね。竜の炎を吐いてるボじゃん。行くぞーって言ってると思います。ーン 怖い怖い怖い。まあでもいいですね、関東リーグの第、今回5節か、ドラゴンズ戦はね、はい、あれ、5月15日っていうと、もうゴールデンウィークが明けた次の日曜日かな？そうですね。1日そうですに、ね。1日にユナイテッドでやって、で、今週勝てば1日ユナイテッドやって、8日にまた決ユ勝ナイがテッ来るんで、ユナイド。ユナイテッテッドド、とじやゃる可ない能性ユナイテッドがあるか、ので、ユナイテッドか、ユナイテッドはありあ、えると思うんで、ユナイテッド、ユナそうイテッか。ド、琉球え、か、じゃもあ、しくまは、た連戦じゃユん。ナイテッド立証。ユナイテッド、立琉正、球。琉球っていう、こう大学2年生になると思うんで、まあ、何しろ今週勝ってね、なんかちょっと流れを、変えたちょっいとですね。点取ってないですよね、そうちょなっんだよね。と。このとこそう全然なん点で取れてすないんよ。だよね。なんかね、最近そうなんですよね、Z ちゃん静かにしてんだよな、ちょっと、財政さんに言っときます、なんか、ちょっと冬眠してんのかもしれないんで、ちょっと社長に言っときます。そうですね。もう暖かくなってきたからね。もうそろそろちょっ飛び投げだよって。と、そう、飛んでいかないとダメだよって言ってきます。なるほど。まあでもね、本当確かに得点入ってないよな。はい、強3豪に試引き分けでね、よくやった合。ねってなったけどね。なるほど。はい。はい。なんか理由があるのかね、これもね。ね。ね。ゼロあるんでゼロすね。ゼロ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 四ですからね。そもう、2019の時も、う。6試合連続無得点っていうそうだ。時もありましあったそね。んなに。まだ。それを打開したのは渡辺タカヒートのオーバーヘッドですからね。そうですね。違う。タカヒートのオーバーヘッドで、だからいた次いタカた。ヒートだな。タカヒートやってくれそうだな。この何西が丘で。そうか。西が丘のタカヒートありえるんじゃないかな。ああ、でもあるかもな、確かに。なんかこういうやっぱ苦しい時に高飛とかヒデとかね、なんかね、なんかあります。まあでそうもかな。西が丘でサッカーできるのってさ、やっぱり俺選手としてはすっげえこういいというかさ、ありがたい話だと思うんですよ。あんないいところでさ、芝も全然いいじゃないですか。だからあれだろうね、今回の紅白戦でさ、お前ら西が丘に来たくねえかって、西が丘でサッカーやりたくねえかって、戦う気持ち見せるやつを連れてくぜみたいな感じで、こうアメリカ横断ウルトラクイズみたいにね、西が丘に行きたいかみたいな、そんなんやってんのかね、い小や松さんね。もう、ブラジルさん、ウルトラクイズを誰も知らないですよ、今。そうか。世代世代。ウルトラクイズももうそうか。もうじゃあこの話はやめいや、よう。じゃあウみんルな。トラクイズどこ行っちゃったんですかね、マジあんなで。ねえ。あ、面白かっどたよ。こ、あの、ねえ、はい、私飛行機から降りる鳴るかならないかのピンポンがすげえ好ああ、きよなかっの。たね、確かに。なんかあの、
あの BGM が今流れてるんだけど、ちょっといまいちわかんない。わかります。あの大輝さんさ、入場の時にさ、あのなんかこうゲート、あのこうなんだっけ、飛行場でほらゲートくぐるやつあるじゃん、金属探知機みたいに。でなんか急にブーとか鳴るじゃない、うんうんうん、でエドリコ入る時にさ、うん、嘘でもいいからああいうゲートを作って、で何人かにいっぺんたまたまこうブーとか鳴るようにして、ああ当たった鳴ったら何かあげるみたいにすると、みんなこうドキドキしながらこう入って楽しいじゃないの。いやそれ鳴るのは多分2番のとこしか鳴んないですよ。でなんかあいつが鳴った時のリアクションもなんかわかりそうか、うんうん、まあいいや、あの皆さん、あのウルトラクイズ興味あったら YouTube でなんか探してみてください。アメリカ横断ウルトラクイズってやれば出ますんで、若い人もね、あのもし見たら楽しいと思いますよ。さあ、そんな感じでね、今日もねずっとあの、はい、いっぱい今日なんだかんだで皆さんあれでね、あのいろいろおしゃべりたくさんできてよかったですね、うん。23分早いですけどね、ちょっと大輝さん明日も早そうなんで早めに上がりたいと思いますが、はい、最後なんか PR とかありますか、はい、大輝さん。え、お、なんですか、今日はもうネタが終わったんですか。うん、終わったよ。え、すごい。なんかすあれは5月4日言わなくていいんですか。何、5月4日。5月4日、ちょっと待って5月4日今日お知らせ、今日昨日かな、お知らせがあったあのコサルのフットサル大会、4日じゃなかったでしたっけ。え、ちょっと待って、なんか急に調べてってこういう予定外、みんな知らない。いや、コサルはあったけど4日だったっけ。4日じゃなかったでしたっけ。いや、わかんない、4じゃない、6?4だと思う。4日だよって黒コマちゃんから来てます。あ、本当に4日です。はい、これ何、あと5人とかってこないだ、あ、もう少ないじゃん、残りわずかじゃん。ツイッターで出てたので、はい、ね、ぜひみんなで参加して。え、待って、大輝さんがなんかほら喋れないそう感じです。今情報ネタ確認してるっぽいけど、マリさんから説明すると何なのネタ的に。あ、なんか5月4日に、うん、フットサル大会、うん、大人のサッカー教師じゃないけど、その、はい、フットサル大会をやりますっていうのが来てて、うん、そう、臨海18時からって黒熊ちゃんが書いてありますが、あ、選手と一緒にやりましょうってこと、はい、でなんか選手も来るかもしれないよみたいなことが書いてあったので、あ、そうなんですか。は、はい、ぜひ、ホームページの方を確認していただければと。ここにいる人はみんな見てると思いますけど、ね、まあそうだよね、はい。じゃあこれをあのアーカイブで後から聞いてる人たちね、よければぜひってことです。ぜひ、うん、はい。まあ、ほとんどあれだね、マリさん、大輝さんじゃなくてあなたの方が広報にぴったりって感じだね。いや俺は本当に今俺知りました、それ。応募してくださいよ、ちゃんと。それどこに情報出てます。その情報、オフィシャルツイッター、うん、あ、ツイッター、オフィシャルにもありましたよ。はい、ツイッターにもありました。確か昨日上げてたと思います。はい。じゃーん。あれ？もう大輝さん頭寝てるな。知らない情報ですごいな。うん、寝てる。もう僕は記憶にございません。でも楽しんでください、皆さん。やらないんですか。やらないんですか。ちょっとやらないんですか。いや、もうちょっと今、まあそうですね、僕あのフットサル得点王なんで、うん、MVP もちょっと実力差があると思いますんで、やっぱ出ちゃう。そりゃそうだな、元 JFL プレイヤーだからね。いや本当にもう、そう、もう、うんうん、点取れないトップチームを見てると、やっぱ出るしかないかなっていう時がやっぱ来るかなって思って、ね、交代折れって、うん、交代折れって。まあ小松さんも思ってるかもしれないんでね、今俺行くのって俺行くの。じゃあとりあえずね、まあ、そのフットサル教室ね、フットサル大会、はい、大会が、ファン参加ね、アコサルやるよっていうんでね、はい、皆さんぜひ、はい、あれクリーンプロジェクトは、クリーンプロジェクト情報が、それもある、それは出てます、ね、はい、出てます23日12時から西葛西かな、西葛西でしたっけ今回も。あ、分かんない、場所ちょっと私
わかんない。あ、西葛西だな。西葛西、うん。それは、それは俺、高橋 P に確認しましたから。西葛西、12時。12時から。お昼してました。そう、うん。午前中じゃなくて、お昼ランチタイム、はい、ランチタイム中に、うん、皆さん掃除をして、うん、ちょっと心も、街も綺麗にして、24日に臨みましょう。うん、西岡の前日ってことだ。そう。はい、はあ、じゃあ選手の顔で見ると誰が出るかなんとなく分かるのかな。チラリン。でもお昼だからみんな来るんじゃないですか。そうかそうかそうか。いやもうやたらウキウキしてる人がいればその人は出るなみたいなね。23日やって、うん、はい、そう。で24日が西岡 ね、はい、あ、そう24日それであの、うん、ちょっと久々にあの23クラブハウスがドドンドドンとちょっとやりますね、夜。あ、試合後に試合終わって、試合後に、はい、あ、だからそうなんですよ。だからあの、うん、パラグエルさんに8時までにダイジェストを完成してほしいなって、うん、すげえこと言っただってだから皆さんでちょっとオンラインサロンの方のやつもちょっと招待、はい、ご招待しますから、あのなので、はい、楽しい日曜日になればと思って、うん、週末は皆さん24とハッピーな週末を皆さんお迎えできるように準備していきましょう。なるほど。あとなんだっけ、ごめんなさい、パッと思い出した、あれとトークンだっけ、あれはもう終わったんでしたっけ、あの第一期募集は。一応初期は、うん、はい、最初のやつは終わりましたね。目標金額なんか達成できたって書いてあったね。目標がどこだったのか分かんないですけど、うん、はい、でも結構、うん、あの集まったみたいで、あ、よかったですね、はい、今は上がったり下がったりしてるのを、そうですね、ここからだからそう、うん、多分山本 P のまた、うん、うわーって言ってると思います今、うんうんうん、ここからここからここからがまた勝負なんで、うん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 、ちょっと大変だと思うんですけど、うんうん、まあ、皆さんにこの価値をこう上げていっていただいて、うん、なんかこうね、うん、やっていただければ盛り上がるんじゃないかと思ってますので、そうですね、まあ天皇杯出ればね、なんかまたね、うん、いろいろ、ね、注目されますもんね、流れも変わりそうな気がするし、そうだね、天皇杯出たいですね、やばいじゃない、うん、マリさんトークン上がっちゃうよ値段が、やった今年遊んでくださいかもよ確かに、確かに、やった頑張ってみんな、はい、ということで、お送りしてきましたね、今週も毎週23終わりの時間です、今日もね、あの最後までありがとうございました。はい、はい、出演者もう一回ご紹介しましょう、東京実践 FC の、春野大輝さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして、ね、マリさんも今晩もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、でコメントね、パルグエルさん、そしてコメントをいろいろ書き込んでくれたね、あのファンの皆さんも本当にありがとうございました。はい、はい、今週ね、いよいよ天皇杯のね、予選があります、あと2試合勝つとね、全国に行けますが、まあ1試合1試合大変な試合が続きますんでね、1分1秒楽しんで皆さんね、サッカーを、23を楽しんでいただければと思います。それでは来週も水曜日夜22時にツイキャスライブでお会いしましょう。皆さんおやすみなさい、はい、ありがとうございました。皆さんバイバイ、またね。はい。